舞です。天ヶ瀬インターを降りました。降りました。初めてここで降りた、なんか昔降りたことがあるのかわからんけど、高塚愛宕地蔵です。今度行こう ね。もうすでに雰囲気あるね。下からちょっと来たって感じがする。おお、いい川。くす川かね。くす川、いい感じの雰囲気のコンビニが川と山が好きです。はい、天ヶ瀬温泉って書いてある。本当だ、鯉のぼりがまだあるね。なんかいいね、天ヶ瀬。もうあれだ、右の。桜滝の駐車場に着きました。こちらにはたくさん絵が描かれてあります。ちょっとゆっくり回ってみようと思います。桜吹雪。本当や。桜にちなんどのかな。あ、ここにほら、あっちじゃって書いてあるよ。桜滝はあっちじゃ、桜滝遊歩道だそうです。あ、なんかお店がある。ローストビーフ丼のお店、桜滝キッチン。美味しそうですね。なんかいいね。なんか好きな感じの木や。あ、湯布院の森やん。すごいタイミング。おーい。あ、めっちゃ見られよ。あ、バイバイ。あ、いいね、すごいタイミングじゃない。やっぱみんな手振りたいんだ。いや、でも先に私振り寄ったんよ。そしたらお客さんの真ん中らへんの人からこう、あーって振り出して。いい道やな。桜岳まであと 80m です。すごいいい景色です。鳥がチュンチュン鳴きよ。あ、いい川の流れが見えてきた。ハイキングコースや。ハイキングまで行かんか。短いけど。お散歩コースやね。散歩や。本当楽して行ける滝だね。マツコさんの番組でも紹介されたそうです。あ、なんかエネルギーをチャージできている気がする。あ、なんか匂いがいいよね。こういうの久々嗅いだ気がする。これモミジ、綺麗。緑のモミジも好きなんよね。綺麗。川遊びしたくなる。ちょっと涼しくなってきたね。ねえ、気持ちいい。こう顔に当たる風が気持ちいい。待って、ここ桜滝入り口だそうです。なんて？いや、ミストがもうあそこまで来てるよ。ほんとや。それでね、感じ始めたよね、こう冷たいの。いやー、素敵なところやね。あ、あ、見えた見えた見えた。うわー、すごっ。勢いすごっ。思ってた以上に迫力あるよ。それはみんな見るよ。いい初夏の日に訪れて良かったです。気持ちいい。近づくにつれて動画でできる限りこの迫力を伝えたいと思います。めっちゃダイナミックや。すごいね。上からかぶり寄る感覚ある。なんかジオンの滝とまた違った感動がある。違うね。あれはあれでいいけど、これなんだろう、真上からかぶり寄る感じがする。
わあ、めちゃくちゃミスト感じる。すごーい。あ、見えますか、このミスト。ねえ、動画に映ってたりせんかな。動画に映ってたりせんかな、この水汁。映ってるかな。この壮大な自然を感じれて幸せです。トンボ。水もきれい。気をつけてよ。あー、楽しかった浴びたね。浴びた。ほんとなんかすごい元気になっていく感じがする。かわいい、なごむ。まえちゃんの絵みたいな。お風呂使っちゃう絵が。あの観光案内所入ってみる、うん、着物屋さんとかもある。レンタル着物もある。これ見たいよ、私。北斗くんのこの映画見たいと思った。想像ゼロ。もうちょっとや。見れるじゃん。18、19で行くやん。あ、そっか。見れる。見たいん。あ、へえ。そうなんや。甲子園のやつ。あと今まじやまじ。この、こういう絵も好きで。かわいい。湯ぼとけシリーズって。いいな。ここもいい生地よ。柔らかい。まだ4年経つんやって感じ。全部リニューアルオープンしたところやね。リアルゴルフシミュレーションの空間。リニューアルされてすごいね。本当にいいことだよね。これガレキで作ってたじゃん。水槽。これは手湯。手湯。手を浸して天ヶ瀬温泉をお楽しみください。あ、めちゃか単純硫黄温泉。硫黄の香りするね。うん、いい匂い。これ効くんやない。効くのかな、すごい。
本当だ。すごいね。へえ。めっちゃ暑い。慣れてきた？うん。結構暑い。本当。マイさんのターンです。はい、お地蔵さんが。かわいい。お地蔵さん失礼です。暑い。慣れてきた。足湯もありました。なんか手サラサラしてる。うん。めっちゃサラサラしてる。また会うやん。おーい。誰も降ってくれんじゃけど、今回誰も降ってくれん。みんな寝ちゃう人が多かった。前向いちゃった。すごいよね、2回も会えた。何？五眼って？あれ？でも被災で4年前になったのかな。うん？あ、ここか。混浴風呂です、ここは。でも開放的やるよね。ありました。早速入っていきますか。そうか。いいね。こんにちは。何持ちアイス？くず持ちアイス。くず持ちアイス。まあでもいちご。いちごもいい。アイスのいちごはね、白桃。白桃もいいね。してみようかな。ああいう物語。これなら食べれそうです。これ買おうか。アマドラがいい。アマドラにしよう。アマドラ。うん。じゃあ、サバンカ。サバンチョとシイタケ。かわいいですね。くず餅アイス。くずを用いた溶けにくいアイス。素材の足を。味を生かして一つ一つ丁寧に手作りしてます。時間の経過の経過もトロンとした食感も楽しめます。溶けても美味しいってことか。ぬくもる場合ぬくもる場合ぬちフローデン帰っていかんな。ぬくもる場合象徴やね、やっぱりこれは。うん、綺麗。青天閣に続く橋。うん、かわいい。強そうやね。うん、このスレーバス12章で渡るべからず。ここからの眺め、いっぱいやなぁ。ちょっと揺れてるね。ここを渡ってきました。食べようや。ここで食べよう。使わせていただきます。ちょっと休憩ということで、くず餅アイスを食べたいと思います。白桃とみかん。すごいよ、みかんの、ね、本当や。果肉、ね、果肉すごいよね。ね、他のも結構入ってたね。柔らか。柔らかいんや。この字が可愛いよね。ぬるっと抜けるよね。うん、おいしい。
桃かじりよみたい。本当にフルーティー。うん。めっちゃ美味しい。これ家庭科だね。サイズもね、ちょうどいい。うん。映える。この葉っぱの中から。いや。気に入りました。ようこそ、お待たせ。かわいい。かわいい。私、学生の時からお寿司屋さん好きやった。いや、分かったけど、なんか自転車で一人で登校しようときに角曲がるところに絶対お地蔵さんがおるんよね。おはようございますって心の中で言ってるぐらい。